リンク来たら。有名のパクラママチョブ片山、はい、お願いします。そしてマンドリの番、お願いします。落差がすごいですねうちうち当たりましたねこれ。いやいやいやね、これけど、エリコギター、山並みマンドリルマンっていうのは一緒のギリギリアウトっていうイベント3人とも出てる。ああそうなんだ。またがうちうちで潰しちゃうことになる。で、まあ注目はこの夢の桜対マンドリルマンっていうそうですね、注目だけで。あ、皆さん着席をしてください。はい、お願いします。なんかいいですね、このグラデーションのようになります。グラデーションがね色使いが全く変わりましたね。そうですね。ベージュや薄いピンクや。じゃあ急いでいきますよ。え、この、じゃあブロックだけ僕の部分だけ5分にしたいと思います。ちゃんとこっちの方に謝ってください。じゃあ早速お題の方行きましょうか。お題お願いします。大丈夫こちら。はい。ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したいときは。ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したいときは。まあ言うたら例えですよね。ゲレンデが溶けるほど恋したい、ゲレンデを溶かすぐらい熱い気持ちになりたいみたいなことで表現するんですけど、それをもっとこう表すときの。ゲレンデはわからないってことかな。ゲレンデ、あ、あれですね、わかりました。わかった、はい、あれやで、あ、わかる、うまい棒ゲレンデアーズのあれ、あ、あこれ早めに答えたのが楽ですから。そうですよ、普通で、はい。片山は一人だけお笑い、いや、マンドリルマン、あ、マンドリルマンさん、あ、木ソースって言われた。家にある前にいろいろ言わんなくなるから。はい、はい、じゃあお願いします。ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したい時は。あの人は今で広瀬香美が出てきた時。恋したないやろ。広瀬香美はね。ハミがマイクやりとるから調整しろ。あ、はい、調整しろだね。はい、エリコちゃん、はい、お願いします。ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したいときは。クリスマスの1週間前。あ、リアル。リアルですね。あ、思うと思って今ちょっとほっと。ああ、でも女の子は。はい、夢の子。はい、ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したいときは。なんか経験を超えたと。意味深だな。さくらさんの経験って何ですか。経験だよ。なんかドキッとしましたね。ドキッとしましたね。いいですね、その意味深な感じ。いいですね、喉、ね、元にナイフを突きつけられたような感じですね。はい、アミンさん、お願いします。ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したい時は。私がちょっとマッチョが好きなんで、室伏と北川光輝が一緒に出てきた時。それは恋じゃないです。ほとんど浴場ですね。抱かれたよまで行ってしまいますよ、その場合。どうでしょう。あ、すごいですね、このグループはペンの進みが皆さん早いですね。はい、はい、イメルさん。ゲレンデが溶けるほど恋したい、もっと恋したいときは。上手に鎌倉の入り口ができたとき。どういうこと、どういうことこれ。これ、どういうことですか。これ僕らがダメなんですかね。僕らが深読みしすぎてるのか。これ、予想外の戦い方ってましたね。正直ちょっと夢の桜の新境地を今見てるけど、何や鎌倉の育児って。すごいですね、夢のさん今答えてからこっそりピーチティーを飲みましたから ね。え、桃ってのなんかあるかなと思ってます。芸人出していきましょう。いいですよ、軽いですよ、こういうのはポン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 になきゃいけないですよ。これでゲレンデが溶けるほど、オープニング時の元気はどこに行ったのか。とりあえずでしょ。オープニングちょっと分かったと思うんですけど、私大喜利めっちゃ苦手なんで
テンション、テンションで持っていかんテンションで持って、テンションで元気自分だからね。はい、はい、夢野さん、ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したいときは中津行きの3番系に乗れたこれピンポイント爆撃狙ってますから何ですか、中津行きのどんな恋をするんやどんな恋鎌倉の入り口が割れて恋恋したいと思うんですかね、それでそれ恋じゃないと思うんやけどなんかいいことがあったっていうあ、なるほどね、あ恋しようってまあそれぞれですからね、恋したいと思う瞬間はそんな女は見たことないはい、はい、エリゴギターお願いします。ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したい時はわかる、今日わかる恋したい、JK になったな一緒に見てくれへんかなあ、あるね、ここで口説きにかかるという感じですね、うん、でもそうですね、少女漫画とか読んだらちょっとしたくなりますねあいいですねそういう映画見たりとか一緒に見たいな、そういうね、一緒に見たいねどうですか、皆さん、なんかあげてくださいよ。はい、片山帰ってるんでいきましょう。はい、ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したいときは。そんな夢野さんがカツラを脱いだ。わかる。なんで睨む睨むなお客様を。睨むな。態度悪いな。なんやねん。なんやねん。お前が悪いんやな。ゲレンデそうやろ、ほんとも。なんやお前。タチの悪いキャッチか、お前最初だからさ。なんや。ないねん。じゃあ、ゲレンデが、ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したいときは。雪崩が来たけど、直前で止まったとき。雪崩何を言ってるの、そんなに。じゃあ、アミンさん。お願いします。ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したいときは。はい、メイドリフレで、ご主人様に、君、店、個人で持つって言われた。あ、ドキュメンタリー。恋しちゃおうかなってなりますねそれはちなみに言われたことはあるんですか あ、ちょっと秘密あ店の子で言われたことあるみたいな話はあるそうですね、ちょっと秘密 あるんや店もいや、金やね世の中は金やら、濃すぎるでしょ、このメンバー負けてよ、負けてよこのブロックに限らずやから大丈夫あ、かけてはるみたいなねはい、じゃあ、マドリルマンさん行きましょうゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したいときは今日の女だらけの楽屋に一度だけ入ったんです。俺ね、注意せなあかんのはね、バンドリーマンさんは中身男やからね、恋愛対象しっかり女ですから。ああ、そっか。そらそうですよね。たまに自分で頑張った時、サウナ行くってますよ、ね。自分への好み。お前、今日18日の唯一ハーレム状態。ああ、そうですよね。どうですか。はい、夢野さん、ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したい時は。持田香織さんに出会えた時。それはどうぞ。それはどうぞ。一緒に鎌倉掘る。はい、はい、お願いします。ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したい時は。金ですかやっぱり金なん世の中お金ですかやっぱり映画より金ですか金叩いてみたいんですよね叩いてみたいですねはい、アミンさんゲレンデが解けるほど恋したいもっと恋したい時はこれは実はね、耳かきの時後ろに手を回されてポケットに名刺を入れられた時実はってこんばんは渡したりしたらダメなんですか渡したらダメです渡されてそれを、ね、もらわんかったことにすればいいかな、はい、なんでそれ言うてまおう次回から皆さんぜひやってください声に持ちますね、この人割とこっちが金に弱いこっちが金に弱い金に弱いとえもっていう感じですかねそういう意味で男らしくなればなるほどそうじゃないかこっちがまだちゃうんだそろそろお題展示しましょうかどうぞかで最後この問題、片山行きましょうか片山行きましょうあこれ私も実話なんですけどお実話、はい、じゃあ問題じゃあ、はい、ゲレンデが解けるほど恋したいもっと恋したい時は松市のお母さんが新たな恋をした時だから黒人やろいや黒人の、あの、恋
ができたらいい、ね、めっちゃでっかいですよ、ほんま2メートルぐらいあるいやいや、お父さん2メートルの国旗なのに、はい、マジでなんかめっちゃ私も恋しようと思ってちゃって、はい、音楽家の黒人と大喜利っすかついな大喜利ドキュメンタリーだよドキュメンタリー大喜利も面白そうですけどね、このねえ、アミさん書いてるんで最後行きましょう。じゃあ最後山田アミさん、はい、じゃあお願いします。ゲレンデが解けるほど恋したい、もっと恋したいときは客で中国人富裕層の団体が来てみんな来てますお金好きですね、みんなほんまにけど中国富裕層で偉い金持ってるってことですか。すごいですよ、丸1日で撮ってくれはるわ。え昼2時からあの夜中の22時まで撮ってくれはるとき10時間はい、10時間指名旅行みたいな。へへへすごいですね。あ鼻出るわ、そんな次のお題いきましょうか、それでは次のお題いきましょう、よろしくお願いします。この人たちが集まった目的とは。また写真問題いきましたね。これ何やろうね。みんな緑色の鉢巻きして。ネズミ子ですか。もう決起集会みたいな。決起集会ですね。はい。はい、片山さん。片山です。この人たちが集まった目的とは。黒人好きお前のお前俺やねん、どっか。はい、山田美さん。お願いします。この人たちが集まった目的とは。ポリバケツ買いに行くわよ。全員で行けや。すごいですね。コモエはどこは何なんでしょうね。気になります。はい、夢のサクラさん。お願いします。この人たちが集まった目的とは。グリーンジャンボまとめ買いで5億かけて。いますね。いますね。宝くじとかみんなで買うでしょ。分けたら確率が上がるやん。上がるやろ。分け前も減るっつうの。はい、マンデルマンさん。この人たちが集まった目的とは。釣り子を釣れた同士の結婚式。あ、なんかそう言われるとそうすがすがしさを感じます、ね。感じますね。振り切ってますもんね、この方が今。左前の人のね顔とかいいですよね。あ、いいですね。いい笑顔してますね。ちょっと右の方照れくさそうにしますけど。はい、山田美さん。この人たちが集まった目的とは。その皆の目線の先の団長にやる気元気の岩木がいる。はい、はい、夢野さん。この人たちが集まった目的とは。なんとなくテンションの低い宗教。テンション高いって無理やり上げるんですね、たまには。はい、やりごきたお願いします。この人たちが集まった目的とは。将軍様の生誕祭。どこの国ですか、それは。どこの国の君はそれを言うポジションじゃないよ。本来ドブされできてますね。ドブされできますね、だんだんと。今おめちょっと見て時間ぼちぼちですよ。あ、そうですか。この人は1問目の方がね、出ましたね。あ、出ましたね。さっきの、はい、片山。この人たちが集まった目的とは。上の電球取りたーい。上のやつみんなで届かない電球届かない全然電球多すぎるやん。はい、夢野さん行きましょう。この人たちが集まった目的とは。橋本を総理にする会。普通にするぞ。橋本はい、山田美さん。お願いします。この人たちが集まった目的とは。 CR、おばちゃん物語。出るんや。これだって取るんや。リーチです、リーチ。リーチが。リーチ。これが3つ並ぶ。面白いな。はい、片山さん。この人たちが集まった目的とは。とりあえずカシスミルク。全員ベタでもないんやけどな。はい、夢野さん行きましょう。お願いします。この人たちが集まった目的とは。熟女フェス来たぞ。熟女フェス来たぞ。はい、マンドリノは行きましょう。この人たちが集まった目的とは。今日の手術無事終了します。どうすですか。これどうしたの。意味深ですね。はい、山田美さん行きましょう。
この人たちが集まった目的とは。ぜひ来年のオリンピックを黒門市場で。ぜひ今一種目もできる。チャンスね。あとちょっとですね、時間が。はい、夢野さん行きましょう。はい、この人たちが集まった目的とは。なんとなくギネス達成。何もですか。はい、片山秀美。この人たちが集まった目的とは。今日のご飯は肉でゲー。そうや。盛り上がりすぎやろ。そんなみんな集まって言うの。何食うどん食うの。みんなで集まって言う理由ないやん、そんなもんにしたから。最後ぐらいですね。最後ぐらいですね、行きましょうか。はい、最後です、皆さん。最後のアピールです。はい、はい、じゃあ、今の最後です。この人たちが集まった目的とは。アトリエミミメイドリフレン、アトリエミミの新メイド募集。正しい。いや、これからメイドなんや。現状。あ、じゃあすみません、最後にもう一回。はい、この人たちが集まった目的とは。尿道カテーテルが痛くないようにする。最後、ここできたな。終了です。終了。ご存知の手で来られてですね。困りますね。はい、じゃあ先ほどと一緒の拍手で皆さん。はい、じゃあ女性陣、まあ一応目を伏せてください。じゃあ拍手で2人です、ね、2人やながら1人1回に片山汚い汚い虫の腹のとこみたいな。こっちに行っていいですよ。はい、はい、行きます。じゃあこっちから行きましょうか。エリコギターが良かった方拍手。山田美が良かった方拍手。夢の桜が良かった方拍手。片山秀美が良かった方拍手。おお、マンドリルマンが良かった方拍手。おお、難しいですね。いや、僕結構これ偏るかなと思ってたんですけど。はい、山田美が勝ち抜けです。おめでとうございます。山田亜美抜きで4人もう一回拍手。亜美さん入れた方はちょっと違う方もう一回入れてください。はい、お願いします。もう一回いきますよ。エリコギターが良かった方拍手。夢野桜さんが良かった方拍手。片山秀美が良かった方拍手。マンドリルマンが良かった方拍手。あー、少女マンドリルマン。後半追い上げてた。よかったんですよ。すごい追い上げていた感じですもんね。最後のポンポン、最後のカテーテルで取り返しましたね。いや、というわけでこのブロック勝者は山田民さんとマンドリルマンさんです。ありがとうございます。ギターをね、一応キャラ付けとして。